はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。です。さあ本日なんですが、皆さんはクリティウスの牙という最強カードをご存知でしょうか。今回はですね、このクリティウスの牙をね、存分に活躍させていく最強デッキを組んできたのでご紹介していきたい。これクリティウスの牙って何するかっていうと、トラップカードをコストにその融合モンスターを出せるんですよ。これね、でコストにするトラップカードがかなりロマン性が高くてですね、ミラーフォースとか、死のデッキ破壊ウイルスとか、破壊林とか、あと一応あのタイランドウィングとかっていうカードもあるんです。タイランドウィングちょっと今回入ってないんですけども、あのその辺のカードをコストにして、融合モンスターを出せると。でその融合モンスターたちがこいつら、デスウイルスドラゴン、ミラーフォースドラゴン、デストロイドラゴンとなっておりまして、まあ、一応タイラントドラゴンっていうのもいるんだけども、ちょっとそいつはちょっと あんまり活躍できないというか、まあ、トラップカードが弱かったからちょ入ってません。で何するかっていうと、このモンスターたちがまずですね、やっぱね、エースモンスター、先行エースモンスター、デスウイルスドラゴンです。これあのデスウイルスは死のデッキ破壊ウイルスを墓地を送るとあの出せるモンスターなんですけども、特殊召喚に成功すると相手のフィールドのモンスターまたは、相手の手札、のモンスターを相手なんで数えて3ターンの間にドローしたカードを全部確認すると。で攻撃力が1500以上のモンスター全部破壊すると。これがね、先行で出せるとなかなか強いんですよね。相手のモンスター初動札とかをもう全部ぶっ壊せるんで、まあ、一応1500以上のモンスターしか破壊できないから、その1500より低いモンスターは破壊できないのでちょっとあれなんですけども、あと出てきたモンスターとかも破壊できないからあれなんですけども、意外とその1500以上のモンスターが初動になるようなデッキとか、まあ、双剣とかだと意外とその龍炎以外は全部破壊できたりとかするんで、まあ、その辺のモンスターとかデッキに対しては先行で出すとめっちゃ強いと。でミラーフォースドラゴン、これはですね、非常にロマンス性の高い効果をしまして、自分のフィールドのモンスターが攻撃対象に選択されるか、相手の効果が対象になった時に相手のフィールドのカードを全部破壊すると。これがね、なかなか強力ですね。見た目かっけーし。で、デストロイドラゴンだけちょっと微妙でなんか破壊林を墓地送ると出せるんだけども、相手のフィールドのモンスター破壊してそいつの打点分のダメージ与えるよみたいな。まあこれフリーチェーンとかじゃないのでさすがに弱いです。はい、破壊林の方がなんなら強いので、一応ミラーフォースか、まあ、デスウイルスどっちかをまあ出していくことになりますね、基本的には。で、まあ、相性のいいカードいくつか あるとは思うんですけども、最近そのシャドウディストピアのデッキ組んで、シャドウディストピアのデッキ組んだんですけども、これなんでシャドウディストピアと組み合わさってるかっていうと、通常トラップサーチできるんですよ、悪魔城リリースで。だから白デッキアカウイルスとか、あとセナラバミアフォースとかもサーチできるんで、まあ、クルティウスと相性がいいかなと思って、一応今回はシャドウディストピアと組み合わせております。で、シャドウディストピア のムーブをもうできるように、まあ、ドキュー部隊とか、まあ、アフリマとか、まあ、こういうカードが入ってるっていう感じですね。はい、ミラーフォースと死のデッキ破壊ウルス3積みしているこのアタオカデッキをね使って、本日はランクまで、地獄にね叩き落としていきたいなと、対戦相手の方をね、思いますので、早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタン。まあ悪くない。これは俺がクリティウスの牙を引けばいいわけだな。うわー、ディスティニーだろう。ヒートヒートこれデスウイルスの出番じゃねえか。デスウイルスのお時間じゃねえか。さすがにこれデスウイルスドラゴン出すだろ。クルティウスの牙の効果発動。クルティウスの牙の効果によって死のデッキ破壊ウイルスを墓地に送り、これはデスウイルスドラゴンを融合召喚、そして効果発動。相手のフィールドのいいぞいいぞ、双剣なら。なるほどなるほど、双剣はなんか龍炎以外は破壊できるらしいわ確か。でこれはね、デスウィルスドラゴンは死のデッキ破壊ウイルスと、まあ、同じような効果持ってるんで、相手がドローしたカードの中で攻撃力が1500以上のモンスターを全部破壊するよっていう効果ですね。でアフリマ、これアフリマでこれもうデスウィルスリリースしちゃっていいんじゃない。これもうデスウイルスはね、これね、この効果発動したらもうね、役目終わってんですよね。だから、これこうして、ねえ、ディアボロス出していけばいいんじゃない。で、ディアボロス、なんならディアボロスの効果も発動するまである。ディアボロスは自身の闇属性モンスターがリリースされると、手札、墓地から特殊召喚できる。そして、アクロマをディアボロスの効果発動。これアフリマでもいいか。アフリマをリリースして、相手の手札を1枚、相手はデッキトップが一番下に置くという効果を、強要できる。これによって相手は次のターンまた手札3枚からスタートだ。
このディアボロスの効果意外と強くて、手札1枚になった時とかに発動すると相手結構困りますよ。もうまあ相手が選んでね、あのデッキトップ置けるんで、あ、デッキトップか一番下置けるんで、まあそこまでめっちゃ強いかって言われると微妙ですけども。で、シャドウディストピア効果でトークンが出てくる。よし、トークンが2体出てきて、よし、いいぞ、よし、これは素晴らしい。フューデスね、オッケー。フューデスはもうしょうがねえわ。フューデスはしょうがねえ。さあ、リュウエン効果、手札は1枚墓地を送って、リュウエンを特殊召喚していく。そしてトークンが出る。さあ、レベル10のシンクロをされる前に、俺はトラップカードオープン、ドキューブ大発動。相手のフィールドのモンスターをリリースし、相手のカードを破壊する。つえシャドウディストピアカーのドキューブ大マジ強いんで、最強なんで。まあ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 、フュージュですね、オッケー。フューデスはいい。まあ今のはあのバロネスの方がやばかったんで、普通に無効化されちゃうんでね。まあ、フューデスはもうしょうがないし、最悪で。デストロイフェネックスガイ出てくる。いや、これデストロイフェネックスガイはですね、まあ、破壊されてシャドウディストピアが割られるのは一番きついんですけども、まあ言うてそうですよね、エンドフェイスしかないで、まだ言うてですね、これ俺のトップでリリース引くとかあるんで、全然あるから、リリース引け。バーニングドロー、あー、まあ合金だったらまだある、わかんない。これはリリースを引く可能性は残されている。来い、強欲で金満なつもの効果発動、カードを6枚除外し、カードを2枚だろう。あ、来た、神ゲー、神ゲー。もう遅いです、これ。これデストロイフェニックスガイの効果でなんか破壊しようとするじゃないですか。これね、リリースするんですよ、悪魔城リリースの効果で、コストで。だからもう遅いんですよ、これ。これが最強なんです、コストでリリースできるから。デストロイフェニックスガイも怖くない、このデッキは。リリースがいればね、そう、リリースがいればね、デストロイフェニックス効果 OK で、リリース効果そう。リリース効果で相手のモンスターコストでリリースすることによって、トラップカードを相手に見せつけて、まあセットすることができるっていう効果なんだけど、まあどっか破壊されるわ。まあシャドウディストピアが破壊されるか、あ、なんか知らんけど、どっかで破壊されるわ。まあこれは一回聖なる場合はミラーフォースかなんかセットしときゃいいんじゃねえか。さすがにドキューか、さすがにドキューか、さすがにドキューと闇列よくあるか、しよっか、こうしとこう。ほらよ、3枚お前が選んでいいぜ、好きなカードを俺はセットするぜ。よし、でデストロイ効果で、トークンと、まあシャドウディストピアですかね、ここは一回多分破壊されるとしたら。これがレディスの強いところですね。でデストロイフェニックスが破壊されてないんで、蘇ってこれなんですよ、最強。なんて強いんだ、なんて強い、なんていう強さ。強すぎる。シャドウトークン、シャドウトークンビート爆弾。いや、手札1枚から総計は動けないと思うよ、さすがに。まあ竜槽権限とかタイヤとかが一応1枚勝負になってくるのかな、この場合だと。まあそれをね、ドッキリ舞台でリリースしていけば、相手は何もできずに散っていくはずだ。いや、そのカードも破壊される。よし、強いぞ、デスウィレスドラゴン。さすがデスウィレスドラゴン、何もさせない、相手に何もさせない。なに、強い、強い、これは2ドローは強い。ただ2ドローは強いがドローするから、これも結局デスウィルスドラゴンの対象範囲内だ。さあ、カードを引くんだな、ハーピラ。いやー、やばい、カード引かれたやばい、カード引かれたけど、まあでも言うて初動は引けていない、タイヤもないし。でハーピーの羽暴起をぶっ壊してくるが、ドキュー部隊の効果を使ってリリースして、相手のハーピーの羽暴起を破壊していく。これな、一見意味のないように見える行為だが、それは大いなる間違い。自分のフィールド上のカードが闇属性モンスターがリリースされた場合、手札または墓地に存在する暗黒の魔王ディアボロスの効果を発動、このカードを特殊召喚。そしてあれは、案件装填です。はい、案件装填です。さあ俺のターン。おっと、お前セットしなくていいのか。セットしないと暗黒の魔王ディアボロスの効果によって結局デッキトップに戻されるぜ。さあ、デッキの一番上か一番下に戻しな、そのカードを。そして闇属性モンスターがリリースだった場合、手札に存在するアークの魔王ディアボロスの効果発動、このモンスターを特殊召喚。うおー、最強お前のライフは残り6000だ、行けディアボロス、ダイレクトアタック。んーなーで
スめっちゃ活躍したやん。神モンスターやな。デスウィルスドラゴン最強説あるのこれマジで。まあこれ一回金剣からよりもこれ一回パスファインダーでこれ効果パスファインダーでリリースしてシャドウディストピアだけ持ってきた方がいいな。ドキュアンのか。あーうららやめてください。うららやめてください。うららだけはやめてください。本当にきついんで大丈夫だ。オッケー。シャドウディストピアを回収していく。なんだろうねあれ、なんか違ったね。ゴーあのなんだっけ、増殖処置とかあったら全然いいんですけども、はい。でなんか適当に6枚除外してうらら。なるほど、ここでうららか。まあでも言うてプラネットパスファインダーに当てられた方が個人的には辛かったですけどね。まあでもどっちでも同じか、結局金満で元気が集まる多分引けるからね。なんかね、まあこれはもうちょっと妨害力が弱いですけど、まあコースとしてないですね。はい、頑張りましょう。さあ春うららかまされてしまって非常に厳しいところでありますが、ドキュー部隊なんとかしていきたい。オルフェゴールギルス、ジャックナイツオルフェゴールギルス、厳しい。このモンスターは1枚でね圧倒的最強のムーブができるんで、生物成獣、ああオルフェゴールじゃなくてこれあれですね、あのジャックナイツですね多分。ジャックナイツより、ああそれで縦列作っていくスタイルね。なるほどね、多分ジャックナイツくせえな。で特殊召喚に成功した場合ここで打ってもあんま意味ないか。出てきたモンスター何かによるか。うん、で明星のジャックナイツね、OK。明星のジャックナイツ効果、リンクショーが成功すると手札からジャックナイツモンスター1体か生物を切って、デッキから生物カードを手札に変える、いいだろう。いや、これ強えな。これで、なんか、あのジャックナイツとか、生物のマジックトラップカードとかを持ってこれるみたいなね、継ぐものとかそっちでしょ。めぐるとかもあるけどね、あんま継ぐものだよね。継ぐものはなんか、リンク先になんか、墓地からモンスター特殊ができるっていう、まあ、死者蘇生みたいな効果を持っています。で早急のジャックナイツ縦列あるとデッキからジャックナイツを手に変える、 OK、 いいだろう、了解。まだここもいい、別に割とですね継ぐものも、まあここリリースする説あるけどな、いいや。なんか出てきたからいいや、出てきてからでいい。なんかそのどでかいモンスターどうせ出てくるんだこれ多分だけど、これもう一回リンク召喚とかしてなんかすごいでかいモンスター出てくるんじゃないの多分、知らんけど。あーこれ縦列のマジックトラップカードを破壊してるんだ。あーこれうわ打ちどこミスったー、まあしょうがねえか、打ちどこミスったけど、リリースするのを自分のモンスターにして相手のモンスターが選べるんで、シャドウディストピアの効果でプッてやってオッケーオッケーオッケー。これさっきやっといたら蘇生できんかったからこれミスったな、これタイミング。ジャックナイツちょっと理解力が足りてねえわ。でドッキー部隊破壊された、でフィールド魔法貼られる、打点が上がる。これはジャックナイツを8種類1対1除外してると、手札でエクストラデッキのカードを全部墓地に送るっていう最強効果ですね、これね。これ8種類にされると終わるっていう普通のデッキは。まあ言うてこっちのデッキエクストラに頼ってはないから、言うて多分なんとかなんじゃないかなと思うんだけど、結構その盤面の処理をメインデッキが担ってるんで、リリースとかドキュー部隊とかがあるんで、まあなんとかなるかなって感じはしますけどね。でトークン出すで、リリースあるから一応あのモンスターは処理できる。アフリマも来た、アフリマも来たか。まあリリースの方がさすがに強いかな。で1000ライフ払うとこいつが出てくるモンスターを特殊化しますか。特殊化できるんですか、なるほど。なんかありがてえな、アフリマ特殊化するか。アフリマ特殊化でだ、アフリマ効果発動。アフリマ効果で相手のモンスターをリリースして、なんかヤバすぎるモンスターを爆誕させればいいので、これ持ってくるでしょ。ほんで金満で謙虚なツボ発動、金満で謙虚なツボの効果によりカードを6枚除外するぜ。ミラーフォーストラゴンちょっと出してえな今回、ミラーフォーストラゴン出してえんだわ。さっきデスウィルストラゴンが死ぬほど活躍してくれたからデスウィルスはちょっと一回どっか行ってもらって、でミラーフォーストラゴンを活躍させるムーブでいこう今回は。はい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 、
まあクリティウスですね。よし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 、このターンに出せるな。これさてはこれリリースで聖なるバリアミラーフォースセットすればいいんだろ。悪魔城リリースの効果発動。悪魔城リリースの効果により、フィールド上の闇属性モンスターをリリース、デッキから通常トラップカード3種類相手に見せて、相手はその中からランダムに1枚選んで、そのカードを自分のフィールド上にセットする。さあ好きなカードを選びな。聖なるバリアミラーフォースをセット。そしてフィールド上の闇属性モンスターがリリースされた場合、暗黒の魔王ディアボロスを特殊召喚、そして手札よりマジックカードクリティウスの牙を発動。クリティウスの牙の効果により聖なるバリアミラーフォースを墓地の国現れろ。ミラーフォースドラゴン融合召喚俺これマスターディルやって対人戦で初めて出した。バトルウェイズだ。ミラーフォースドラゴンは攻撃対象にフィールド上のモンスターがなった場合、または、効果の対象になった場合、相手のフィールドのカードすべて破壊するというヤバすぎる効果を持っている。ディアボロスの効果、ディアボロスの効果によりアンコール魔王ディアボロスをリリースし、相手の手札を1枚デッキトップまたはデッキの一番下に置くという効果。よし、これでまあ実質半ですみたいなもんだ。よし、これでトークンがめっちゃ出るな多分。これ俺のターンで何体出るんだろう。3体が出んじゃん俺。トークン記憶、はい、手札デッキからジャックナイスモンスターを守備表示で特殊召喚する。強いじゃねえか、やるな。あ、師匠のジャックナイス来た。ジャックナイスってなんか召喚ムービーめっちゃ多いんですよね。なんか師匠のジャックナイスもそうでしたし、あとあいつもそうでした。レベル6のやつもなんか演出のみデッキを作ってた時に、あ、こいつら結構召喚ムービーあるなって思った記憶がある。ちょ、ミラーフォースドラゴンとかデスウィルスドラゴンにも召喚ムービーくれよ。なんか納得いかんな。ミラーフォースドラゴンは召喚ムービーあってもよくねえか。さあ師匠のジャックナイツの効果によって、特殊召喚される。いいだろう。まあリリースの効果でね、フリーチェーンでリリースができるんで割とそれは強いですけどね。はい、で2300打点ね、おっきいだろう。ちなみにフィールドのモンスターが攻撃対象または効果の対象になった場合、お前のフィールドのカードは全て破壊されるということだけ言っておこう。ミラーフォースドラゴンの効果テキストをしっかりとよく読むことをおすすめするぜ。マジでなんか殴ってきそうじゃない、なんかトークンとかに。これなんかね、そうなんですよ、ミラーフォースドラゴンって意外と勘違いしてる人も多いと思うんですけど、これ自分のフィールドのモンスターだったら何でもいいんですよ。その別にミラーフォースドラゴンである必要はなくて、わからん、なんかわからん。俺は相手のテキスト読んでないけど、相手も俺のテキスト読んでないことに祈る。さあ2体で、あ、リーブ来たー。それはリリース。リーブはリンクスラインされて墓地を食られるとなんか選んでバウンスが飛んできちゃうんですよね。なんでミラーフォースドラゴンをワンチャン処理されるかもしれないんで、これさすがにリリース、リリースを、あ、リーブをリリース。そして通常トラップカード、まあこれは土球だな、さすがに土球と闇レイジュスかなんかでいいか。まあ一旦ね、まあこの辺のカードを見せつけてセットをすることができるぜ。よし、強い、いいぞ。よし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 、さすがリリースさんだぜ。リリースさんのこのコストリリースマジ強いですよね。シャドウディストピアとなんかその噛み合った時、もうほぼどんなモンスターでも処理できるんで、効果無効にできるモンスターもコストリリースするから関係ないんですよ。例えば、まあ、バロネスとか、あとインフィニティ、バトルフェーズ、何ミラーフォースドラゴンの効果、そこ知れぬ絶望の口で沈むがいい。ミラーフォースドラゴンの効果発動、相手のフィールドのカードを全て破壊する。バーカメン、ミラーフォースドラゴンは自分のフィールドのモンスターだ、何でもいいんだよ、くらえ、そこ知れぬ絶望の口沈め。バカ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 きた、強い、さすがミラーフォースドラゴンさん、なんて強いんだ、相手困ってるぞ。完全にミラーフォースドラゴンの効果テキストをパークミスしていたようですね。残念でしたね、悔しいでしょうね。君のデュエルは素晴らしかった、だがしかしちょっとまだ終わってないけど、またお前出てくるのがめんどくせえな。お前出てきすぎなんだよ、お前出てきすぎなんだってば。まあこのターンで削り切ろうとって削り切れんのこれ。
2体リリースすればいいのか、2体リリースでもできないか、シャドウディストピア1回しか効果できないから、リリース効果使って、まあ、相手の3000はちょっとさすがに守備力が高すぎるんで、これ突破できないんで、リリースして、トラップカードを持ってくる、まあ、ここはやっぱ土球が結局最強なので、土球部隊は置いておきたいですね。破壊輪かなんか置いときます。まあまあいっか、マノデッキが有利しかなくて、マデッキとかもなんかすごいあれですよね、あの高騰してるらしいですね、どうやらね、 OCG の方ではなんかあのスプライトとかをあのショレルとかどうとかっていう話でなんかすげえ高騰してるっていう話聞いたけど、ベルテアナコンダ、ベルテアナコンダはダメだな、通常モンスターだから、まあ、全員攻撃表示でとりあえずぶん殴るか、これ6000足んねえな、これ多分1000、2800、1000、2000、足りねえ。打点足んねえ。まあ、しょうがねえか。守備3000はですね、ちょっと意外と出にくいんですよ、このデッキ。あの、こういうね、トークンがクソラコゾ打点だったりとか、まあ、リリースもスキドレとかしたところで2000とかなんで、ちょっとね、守備3000がね、非常に抜きにくいので、まあ、リリースとかで頑張っていくしかないんですよ、処理手段としては。シャドウディストピアの効果でね。シャドウディストピアの効果でトークンを生む効果があるんだけど、これはもうなんかトークンで上回ってるから無理。ちなみにトークンでリンク召喚できるモンスターとかを入れてもいいんですけど、まあ結局ね、ゴードン、あ、金、合金と、金剣が強いので飛んじゃうから、あんまり意味ないですね、ぶっちゃけ。そんなことしなくても相手のモンスターをこのリリースとかで処理できるんで、あんまり関係ないです。はい、で師匠のジャックナイフも飛んでくる、オッケーで、ドキュー部隊残すとかここで揃った。さあ残りライフしてんだからもう出てこないぞ、あいつグレンのジャックナイツ、なるほど。これなんか闇デッキ打ちてえな、闇デッキマジ打ちてえな、 闇デッキで処理するか。ミラーフォースドラゴンだからなんとかなるな、これな。ミラーフォースドラゴンは最強、このモンスターに勝てるモンスターはいねえ。リーブ来たー、じゃあ土球で。リーブは一生土球しよう。でこれで、あの、ちなみに師匠のジャックライズもなんかフリーチェーンでなんか逃げる効果ありますけど、あのドキュー部隊でリリースすると、あの効果発動することさえできないっていうね。そして誰もいなかった。そしてリリースの効果発動、リリースの効果によってフィールド上のシャドウトークンをリリースし、デッキから通常トラップカードを相手に3枚見せつけることによって、その3枚のうちどれか1枚をランダムで自分のフィールド上にセットするという効果。さあ、エダビラ、マデッキがなんかめっちゃ高騰してるっていうの面白いよね。やっぱ遊戯王ってすごいよね、このゲーム。なんかその昔さ、あ、で、ディアボロス効果。あの、昔さ、その、使われていたすげえ強いカードが時を経て、また活躍するようになるっていう、これが遊戯王のすごいところですよね。ええ。トークンこれ何体だこれ ?2 体 ?3 体、あー、まあ2体か、まあいいだろう。残りだから1000、あとは殴ればいけるな。で一応ドッキュー部隊も発動できるし、まあ、一応闇デッキ、あの、発動しておきます。闇デッキ発動しておきましょう。闇デッキ効果で、魔法カードって言って、相手のセットカードとか手札を見て魔法カードを全部破壊して、さあ闇デッキも破壊していく。はい、なかなかい。打てばいいのに、一応打てばいいのに。まあいいや。でですね、ドキュー部隊の効果発動して、相手のモンスターリリースできないけど、まあでもここか。で、ドキュー部隊効果、シャドウ等が君をリリースして、あ、できるのかです、ね、まあ使ってねえば、まあいいや。で、こうして、で、ディアボロス効果でもう一回蘇ってきて、はい、で、リリース効果で相手のモンスターをリリースしてトラップカードをバーチして、やってることそこそこ犯罪じゃない、これそこそこの犯罪行為だと思うんだよ、これやばいわ、このデッキ。やっぱね、コストでリリースがいっちゃ強いわ、このゲームマジで。うん、めっちゃ強い。敗戦、ありがとうございました。相手ターンに怪獣してるのが本当に強い。あー、割と悪くないんじゃない。これは金剣が通るかどうか問題が発生するんだけど、一回とりあえずアフリマ効果使って、アフリマ効果で
シャドウディスプレイ持ってくる。で、金剣発動。まあ、死のデッキ破壊ウイルスですね。先行なんで。死のデッキ破壊ウイルスを、なんとかして持ってくるしかねえ。さあ、6枚のカードを除外し。頼む。死デッキ、死デッキ、死デッキ。やばい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 、あぶねえ。オッケー。オッケー、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 オッケー。来た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 。死デッキ来た。で、まあ、これ順番はどうでもいい。そして手札よりマジックカードクリティウスの牙を発動。クリティウスの牙の効果により死のデッキ破壊ウイルスを墓地の国。俺はこの死のデッキ破壊ウイルスをコストにし融合召喚を行う。現れよデスウイルスドラゴン。デスウイルスドラゴンの効果発動。相手のフィールドの強え、めっちゃ破壊した。あ、破壊しちゃいけないカードめっちゃ破壊した。こいつら、なんだろう、これ12獅子神竜か。やばい、ネフティスとかいうやばいカード入ってるぞ。おい、やばいぞ、やばいぞ。破壊されたら全部効果起動するぞこいつら。やばいんじゃねえか、さすがに。デスウイルスさん、あなたそれ破壊しちゃいけないモンスター全部破壊しましたよ。ちょ、やばいってそれは。いや、しないやんそれは。そんな、なんか破壊し手札にそんな4枚もある神竜とネフティス、そんなに4、そんなに4枚も、4枚は聞いてないわ。デスウイルスで毎回毎回神竜これ破壊して相手に毎ターンアドバンテージ稼がれる気がするんだけども。やばいやばい、まあ VFD は全然無理だね。 VFD は全然無理で、当たり前にやめとしてが宣言されていく。で、金券発動するが、あ、まあこれ解決はないですね。デスウイルスドラゴンめちゃくちゃ恨めった。死ぬほど恨めった。先行デスウイルスは最強ではない。